はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダフリードハイブリッド G ホンダセンシングということで、こちら試乗車を中古に出すということで249万円の、中古車になります。早速外装の方を見ていきましょう。ちょっとね、声が今日ガサガサなんですけど、すいません、喋りすぎたんかな。こちら車検が令和4年の10月までついております。走行距離は2541キロとかなりの低速行の車が出ておりますね。いや、フリードいいですよね。あのボディサイズがかなり私気に入っております。このモデルね、マイナーチェンジ後になるんですよね。IDCD っていうね、私の好きな、結構キビキビ走るんですよ。後でね、ちょっと試乗もさせてもらえるので、その辺レビューしようと思います。で、横から見たら、もうほらほら、ちょうどいい、フリードちょうどいいっていうね、本当にこの日本で乗りやすいボディサイズになってるんですよね。確かね、全長は4200ぐらいですよね。で、全幅はね、なんと1700を切ってます。1695ミリぐらいです。で、全高はね、1710ぐらいですかね。立体駐車場の1550っていうのは入らないんですが、それでもね、すごい、やっぱ、ミニバンとしては取り回しのいい車だなと思います。これね、フリードとフリードプラスっていうのがあって、プラスは確か5人乗りでしたよね。ウォークスルーになってていいでしょ？一番後ろの座席はちょっと狭そうかな。一個だけ跳ね上げてみました。こんな感じで、シートがね、横にパターンって畳めます。まあ5人で出かけるときに荷物乗らないよっていうときはここに乗せてください。で、やっぱこのスライド扉ね、この電動っていうのがいいですよね。これ本当に便利。運転席のここでできるんですよね。ほら、オープン。2枚扉開きました。これでね、ウォークスルーで向こうまで行けちゃいます。結構低床設計なんですよね。地上からね、そんなに高くないので乗りやすい。室内いい雰囲気だわ。ちょっとね、若干ベージュ基調と木目がね、目に入ってきますね。地味にこの肘掛けがね、出てくるので後ろでもゆったり乗れますよね。後部座席こんな感じです。あ、逆にこれ後ろの方がええかもしれん。真ん中の席快適。ちょっとパワーボタン押させてもらいます。はい、結構しっかりエンジン音になりますね。やっぱね、IDCD はね、まだエンジンが主体と言ってもいいぐらいのハイブリッドになりますね。はい、ナビ完備です。いや、それでも、やっぱこの質感がいいわな。この木目、これがね、なんか本当の木目張ってるのかなというぐらいの質感の高さですね。なんかちょっと近未来のおしゃれなリビングにおるみたいな感じのイメージがありますね。ホンダセンシングもついてるしね。ではね、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。あ、ハンドル軽い。ホンダフリードハイブリッドということで、少しだけね、試乗の方をさせていただきます。いいです。IDCD 今ちょっとだけね、アクセル軽く踏んだだけで、あ、結構こんなに軽いんだなという第一印象があります。今のね、ハイブリッド新しいのは EHEV といって、2モーター式になります。あれはね、結構モーターが主体で走るといった車になるんですが、この、フリードハイブリッドに関しては、まだシングルモーターなんですよね。なのでどちらかというと、まあ、モーターでももちろんこれ駆動して EV で走れるんですが、少しだけね走れるんですが、まだまだやっぱエンジンが主体なんですよね。で、やっぱホンダっていうとね、エンジンなんで、ホンダっていうと本当にもうエンジンですよ。すごいやっぱ軽やかな走りするなという感じがします。ちなみにフリードハイブリッドで、燃費の方が WLTC モードで20キロぐらい確か走りました。で、ハイブリッドじゃないモデルになると17キロぐらいになるわけですよね。まあ、私はどちらを選んでもいいかなと思うんですが、このハイブリッドカーの方がちょっとやっぱパワー感がね、やっぱあるなという感じはしますね。まあ、これ6人掛けなので、結構今1人で乗ってるんで軽いなと思うんですが、マックス乗車しちゃうとね、それなりにやっぱパワーが必要だなと私は思いますので、
そういった時にね、このハイブリッドカーってね、やっぱ燃費だけじゃなくてこのパワーもあるので、おすすめしますね、私はこちらの方で。税込みで249万ですよ。オプションのねナビとかもついてるんで、結構もう低走行ですぐ乗りたいなという方はこの車おすすめしますね。あ、クーラー涼しいっていうか、今半袖なんですけどもう暑いっすよね今これ外17度、暑っ、もう汗かいてくるぐらい撮影してたら。でこの窓ね、大きくてすごい見晴らしがいいんですけど、これ実は遮熱材が入ってます。UV とかね、熱を抑えるような、いいガラスが入ってます。その辺もね、やっぱフリードってね、よく考えられてるなと思うポイントですよね。まあさっきもちょっと言ったんですけど、やっぱ乗り込んでね、すごい落ち着くんですよね。これはあれですかね、やっぱリビングとかそっち系のデザインに振ってるなという感じがします。あ、今 EV になりました。時速ね30キロぐらいで走っております。こうなるともうね、なんか EV カーですよね。結構意外と EV になります。でアクセルグッと踏むとね、エンジンが瞬発的にかかってダイレクトな走りをができるという感じですよね。あ、力強い。あー、私ね、前フィットハイブリッド乗ってたんですけど、あれすごい気に入って乗ってたんですよね。あれね、やっぱ走るんですよね、この IDCD って。めっちゃ乗りやすい。これひょっとしたらフィットより乗りやすいかもしれんな。なんかちょっと車高がね、高いんですよ。見晴らしが良くて、フロントがね、結構低く抑えられてますね。メーターが結構奥の方にはあるんですが、数字が大きくてね、見やすいんですよ。いや、これ、今ちょっと、左には曲がりますけど、巻き込み確認は完璧。これもすごいわ。見晴らし最高。これね、本当に女性の方でも乗りやすいというか、まあ女性の方におすすめですよ、これ本当に。奥さんこれ乗ってください。もちろん男性の方もね、よく最近キャンプとか流行ってますよね。今これ YouTube 見てるお父さん、ぜひとも家族にこれね、これ買ったら家族受けがいいと思いますよ、本当に。どこでも行けそう。これ荷物すげえ乗るし。家族いっぱい乗せれるし、ね、燃費もいいし、値段もね、250万、ね、249万なんで、いや、かなりいいと思いますよ、これ。長いこと乗れそう。まあ、これ、走行距離2641キロですね。ちょっと走行距離ね、あまり、走れないんで、すぐ今 U ターンして帰ります。いやー、でも、ほぼ新車って感じがしますね。こちらね、試乗車で、ホンダカーズ大阪東花園店さんの方で、使用してたので、まあ本当にメンテナンスも完璧と言ったらいいでしょうか。本当にね、もう新車感覚でこちら乗れる車だと思います。結構ね、後からオプションとかナビとかね、いろいろお金かかっちゃうんで、中古車はね、結構壊れるなとか思っていらっしゃる方は、ぜひともこちら、おすすめの車になります。はい、というわけでね、詳しくは、下の概要欄に貼ってますので、皆さんチェックしてみてくださいね。私のチャンネルが面白ければ、皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フリードの低走行車の中古車販売でした。じゃあね、ボーイ。